だって一回撮ったのにまさかの GoPro が消えてた。今日33、4番、そんなこんなでもう一度撮り直しです。今回は前回に引き続き料理のハウトゥーなんだけど、今回は前足の使い方をやっていこうと思います。最初に、前足が使えないよって人とか、こうテールが浮いてこないよって人のちょっとオーリーをやってみようかなと思います。多分だけどね、こんな感じなんじゃないかなと。こんな感じだったり、こんな感じだったり、こういう感じで、まず1個目の失敗例としては、これを足を上に上げるっていうのは正解なんだけど、板を擦れてない、前足では引っ張り上げられてない。2個目、3個目っていうのは前足意識すぎて下に蹴っちゃう、ここにスローとしてるから上がってるものをスローとして下に下げてる。っていうのが、原因かなと思います。なので、まずオーリー、前足ってどうやって使ってんの？板を平行にするの？っていう疑問が一番最初だと思うんだけど、簡単に言うと、板がこの状態で上がって擦ってるわけじゃなくて、板がこう弾いたこのぐらい板が立ってる状態の時にこう擦ってるんだけど、この擦ってるもこっからズズズズズズズって擦ってるってよりかは、このキックの部分に足をこう引っ掛けて持ち上げてるようなイメージなので、こっからもう思いっきりグググググって擦るっていうイメージは結構なくした方がいいかな。こう上に引っ張り上げるのがオーリーになってきます。それこそよくあるハウトゥーだったり、スクールとかしててもそうなんだけど、膝を前に出すとか、あと前足円を描く動き、それは最終形でもちろん大正解。こう膝を先先行させて引っ張り上げる動きだったり、引っ張り上げてから円をこう描くようなイメージっていうのが正解なんだけど、一番最初からそれをやるのは難しいので、まずもちろん高く飛べってわけじゃなく、低い状態でもいいから、できるだけこうフラットにできるようにしていくのが大事かなと思います。この時のコツというか、これは僕なりのあれなんだけど、スタンスがあって、で初心者に多いなっていうのが、スタンスが結構最初みんな狭いと思うんで、板の真ん中ぐらいだったりすることがよくあって、これでオーリーの練習でも最初からこう足首も膝も出すとか難しいから、結局やっぱ足が上に行くだけになって、こういう形になっちゃうことが多いのかな。これは俺の方式っていうかやり方なんだけど、最初はスタンスを広めに、このビス4つ前のネジがあるところに4つがギリギリ隠れるか隠れないかぐらい前足を置きます。でテールはもう一緒で、イメージするのは飛んで着地の時に両足とこのビスビスで着地するイメージ、でそれプラスヒッピージャンプとかでやった空中の耐えを意識してちょっと一回やってみます。ほぼ前足使わない、使っちゃったな。この状態からこんな感じで、今多分一瞬こう平らフラットになったと思うんだけど、最初は僕はもうほんとこれでいいと思う。こんな感じ、ちゃんとテールがちょっと後から浮いてくるような、こういう形よりもこういう方がいいかな。まず、今のオーリー説明すると、叩いて前足はこの位置で、この位置を起点にテールがしっかり弾けて足が邪魔
こう下とかに邪魔しなければ飛んでここにくっついてください。でそのくっついてくるのに何が大事かっていうと、あのヒッピージャンプだったり物飛びでやったこの空中の耐え、あれが大事になるので、それを意識して空中でこう待つようにすると今みたいな、まあこんな感じで、で次にこの足首、これを前にスローとしちゃう、前にこのまんまね吸ったら、こういう感じになっちゃうので、上がったら少し斜め上に前足をこう引っ張り上げる。でもうこっからだから距離そんなないから、こっからここに足をずらすだけのイメージ。こんな感じで、でそれを使って今度は物を動いていきます。こんな感じにほぼ前足を使わないで、意識していることは着地のビスビス。しっかり叩いて、でビスビスの着地の時に足を前にやっちゃうと、進行後にやるとなんか変な感じのボーリーになっちゃうので、さっき言った斜め上、もうすり上げるとかじゃなくて足を斜め上、この動きを最初に練習するといいかなと思います。そんでまあこういろんなもの飛んでて慣れてきたよってなった時に、今度は足首じゃなく膝をこうデッキから出す、デッキの先に転向してあげるよ、こういうイメージ。これがデッキが斜めの状態で、これよりも先行してるし、これを意識してあげてやると板がもっとくっついてきて、プラス高さが出る。物を越えたり物に乗ったりっていう、まあ、段差下るのも大事だし、いろんなところでオーリーするのが全部適応につながっていくから、膝を前にするだけ結構形変わるから、膝を使って引き上げる。物を飛び越えるときはもう何でも基本です。これも多分テープだけで飛ぶと飛べる。ちょっとスピードを出して。違う。今無理だな。ほんとね、癖つくとオートにできる動きになっちゃうから、それを癖つけるまでが大変なんだけど、こんな動きないし、前足でスピードをしっかり叩きながらある程度は飛べる。で高さを出すために膝と足首で前足をすり上げてデッキのノーズを持ち上げるっていうのを、これあの高さを変えても動きは一緒、また腰の位置とかを自分がしっかり取るっていうのが違うだけで、でこの膝を前にもっと前に送り出せるようになれば、ちょっと刺したような形とか、こんな感じで
なってくるので、最初はまあ高さなんていらないし、低い状態で足首ちょっと気にしながら抵抗になるような。ただ良くないのはすることを意識しすぎてこうタタンなるのは良くないので、四輪で着地することをしっかりと意識して練習してもらえるといいかなと思います。頑張ってください。暑い。